ごきげんよう、アポです。今回は現在公開中、素晴らしき世界の見た感想を話していきたいと思います。監督は西川美和さんです。原作は佐喜隆三さんの身分調で、時代を現代に変えての映画化です。下町の片隅で暮らす短気だがまっすぐで優しい男、三上は人生の大半を刑務所で過ごした元殺人犯だった。そこに若手テレビマンらがすり寄り、という内容です。エンドロールが流れ出した時、凄まじい映画に出会ってしまったなと身震いをしていました。主人公の三上を通じて多様な素晴らしき世界を体感する126分でした。三上は幼少期から素行が悪く、ヤクザにまでなり、何度も何度も刑務所にお世話になっていました。今回の出所で今度こそは堅気ぞと胸に誓います。失敗した人が人生をやり直す過程が描かれています。仕事を得ること、人間関係を築くこと、理不尽に耐えること、三上が直面するこの生きづらい世の中は私たちも体感していることです。目の前の不条理に三上は苛立ち、声を荒げる。物事を解決する手段は暴力しか知らず、頭に血が上ると誰にも止められない危うさがありますけれど、それは根が優しくまっすぐすぎるがゆえのことで、三上は愛さずにはいられない、そんな人物です。堅気として暮らそうとする三上のことを応援してくれる人たちの善意が温かかったです。三上は長い間刑務所にいたので、その間に運転免許証が失効してしまい、最初から取り直すことになるのですが、技能試験のシーンは劇場が大爆笑に包まれました。困っている人がいると三上はすぐに力技で助けに行きます。そのため三上の周りの人は自分のことを大切にしてほしい、これからは自分のことだけを考えてねと三上に言いますが、自分が傷つくことで自分の大切な人を傷つけてしまうこと、目の前で傷ついている人を見て見ぬふりすること、この2つをどちらか1つだけと天秤にかけるのは本当はおかしな話だと思います。私たちは困っている人がいるとき、心のどこかで誰かがやればいいと思っていて、そのくせその誰かのやり方が気に入らないと、そのやり方ではダメだと怒ったり笑ったりする矛盾した情けない生き物で、三上はその人が困っているのだからと助け、誰かに褒められたら嬉しかろうと子供のような笑顔で笑います。そんな三上を見ていて、どのような素晴らしき世界にしていきたいのか考えさせられました。私が見に行った回はご年配の方が多かったのですが、ぜひ若い方にも見ていただきたいです。たくさんの方にこの映画が届いてほしいと思っています。劇場で三上という人物を目に焼き付けてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではごきげんよう。